まあ、場内暗転でこのスターフラッシュが非常に鮮やかなヤフオクドームということになるんですが、今日のゲームを振り返りましょう。さあ、これは初回中田の立ち上がりでした。ランナーセカンドに置いてペーニャの当たりはライトの前に落ちるんですが、ペーニャがこれ3分間止まっていました。ホームインできません。ちょっと走塁ミスをしたという感がありましたね、はい。その後今日登録された T 岡田のタイムリー内野安打、バファローズが初回1点を先制します。さあ、金子の立ち上がりです。これ2アウトランナーなしの内川センターオーバー、伸びましたね打球が。高めのボールに対して、上から叩いた分ボールの伸びっていうのが出ました。ただその後イデホは三振と、ホークス同点に追いつくことはできません。さあ2回です。ランナー1塁という場面で松田が三振で、これでワンアウト。柳田も三振で2アウト、そして鶴岡三振と3者連続。球のキレ、やはりコントロール素晴らしかったですね。これは先発中田の4回のピッチング、中田もだんだん状態が上がってきます。いい岡田を空振り三振、2アウト後俊太も三振に取って3者凡退に抑えました。さあ5回の表ランナー置くんですが、まあ、結局遅れずにゲッツー、これで流れが変わりましたね、うん、この辺りはね、やはりもう少しじっくりと攻めていってもよかったなという感じがしましたね、はい。その直後5回ランナー置いて本田のこのバッティング、左中間割って同点、その後初球今宮、続いてこれが勝ち越しタイムリーヒット2対1、金子攻略に成功します。さあ6回です。バーローズが2アウト2塁1塁とチャンス、2人目森福、坂口をしっかり抑えました。この辺りはやはり、しっかりとした投球をしてくれましたね、森福ね、はい。さあそして6回ワンアウト1塁3塁、鶴岡というところでスクイーズ外した、3本間に長谷川を挟んでタッチアウト。ここはホークス追加点なりませんでした。7回です。岡島がランナー背負いシーンです。ランナー2人で平野の打球はレフト線、内川がライン際に守ってましたね。ナイスポジショニングをしてました。はい、そうですね。さあ7回ランナー置いてこの辺りで中村がホームに帰ってきて追加点3点目、この辺りの、得点も非常に貴重でしたね。はい、今宮の犠牲フライ、さらには8回マハラを攻めてランナー一塁三塁で鶴岡ライト前、足ヒットでした。これはね、逆方向に対してしっかりとした結果を出しましたね、はい、ナイスバッティングでした。そうですね、これで4点目、平田からここは中村タイムリーヒット、これで5点目、さらには内川代わった小松からもヒット、ランナー2人帰ってこれで7対1、点差6点、6点差あるんですが、守護神サファテがマウンドに上がって2アウトを取って、最後ヘルマンの空振り三振、試合終了7対1、この2連戦の初戦をホークスが取っていますというゲームでした。今日も終わってみれば14安打7得点というホークス、まあ、この辺りはね、本当にこう、まあ、今年のホークスの打線は改めて強力だなということは感じましたね、そうですね。